おおりにお答えししていきましょうクアンナ市38歳男性ペネムカスタードクリームさんから頂きました初メール先週のスポーン先発ピッチャーの立ち上がりが悪いということでしたね何かいい方法はないんでしょうか今年バンテインドームに何度か行きましたが確かに回によく点を取られていた印象です。ということで今日は先発ピッチャーの立ち上がり克服法を今ま二さんに聞いてみた。事事前にいた,だいたお便りで事前に 今中さんに取材してきました今年のドラゴンズの先発防御率というのはリーグ5位でした去年リーグ2位だったんですが悪くなったんですね1回の失点これは去年も今年もイニング別でワースト1回にドラゴンズのピッチャーというのはよ点を取られるそしてその失点数も去年も今年もリーグワーストつまりドラゴンズは立ち上がりに先制されそのまま負けるというパターンが多いというお話し,しました今中さんに聞きましたなぜ立ち上がりがり悪いのか 理由1つ目同じルーティーンを毎回繰り返していないか2つ目ブルルペンのの調調子子イコール今日の調子と勘違いいいしていないかこれどっちもね聞いてえルーティーンって毎回同じことするからルーティーンじゃないのと思いましたしそれさすがにブルペンの調子は全部をそのまま今日の調子というのは違うかもしれませんがある程度は 似てるんじじゃゃなないいいのと思いましたがそうじゃない球場入りからその日自分が先発だバンテリンドーム名古屋自宅から球場に入った球場入りからプレーボール午後6時プレーボールまでの過ごし方シーズン中とずっと同じにしていないか。今今中二さんは今年 臨時時コーチをキャンプの時に勤められました1ヶ月間は選手を見ていたんですけどもシーズン中の動きというのは見ておりませんので俺は把握してるわけじゃないけどというクレジットはつけておりました体調は毎日違うし球場も違うことはあるし季節も違うそりゃそうですよね春と夏と秋では特に屋外球場違いますよね風も違う相手の調子ももちろん違うわけでいろんなバリエーションを持っておいた方がいい 例えば今中さんも現役時代立ち上がりがあまり得意ではなかったそうなんですね試合前のブルペンでの球数を変えたこともあったいつもね今はね例えば三十球ですとか四十球ですと投げる球種コースも決まってますっていう人多いんですがそれもどん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 変えていいんだとで名古屋球場時代今もそうですがファールグラウンドにブルペンがあって今中さんはプレーボール直前にブルペンに入りブルペンでの投球練習が終わったらそのまま試合のマウンドに 行っったたことともあったとそうではなく一旦ベンチに帰るる日日ももああればロッカーまで引っ込む日もあるそしてそういうのでも影響あるなと思ったんですが本番前にですよ直前に5分間だけ何もしないっていう間を作るとかその5分で違うんだとかね大体いいピッチャー動いてますよ。もうそわ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 もするし遠投したりダッシュしたりいろいろありますけども5分間何にもしない無の時間を作るいろ、まあ、んな工夫をして 立ち上がりを克服していったそうなんですねブルペンと実際のマウンドは違うからブルペンの調子イコール今日の調子と勘違いしてはいけない昔はねこのブルペンの形状自体が 違う球場もあった特にビジターに行くといた,ずらいたずらかもしれませんね <laughs> 一塁側と三塁側で傾斜角度とかなんかこうデコボコしてたりとかちょっと曲がってたりとか投げにくかったりとかいろいろあったそうだからブルペンの調子イコール今日の調子ではないということを肝に銘じてブルペンで今日まっすぐが良かったからよし今日はまっすぐで勝負しようとかスライダーが切れてるからよし今日はスライダーが決め球だもう一切別物と捉えなさい。じゃあどこで どこで今日の自分のバロメーターを測るのかこれ直前の5球この5球は本当のマウンドで 投投げられます投球練習でこの投球練習をおろそかにしていないかここでちょっとね肩慣らしっぽくふわ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 っと投げてるんじゃなくてせめて最後の3球はもう全力で投げるように全部全力はもちろん、まあ、それがしんどいというのであればせめて最後の3球は全力で投げて本番モードでそこでその日の本当の傾斜自分の体調、まあ、空気風温度湿度そういったものを感じながら自分の調子を把握していけばいいと。 ということだったんですねでこれは誰かに「ああしなさいこうしなさい」っていうアドバイス聞くのはいいけども全部それを鵜呑みにして信じて1年間通していくとまたこれはこれでドツボに入った時の改善方法がわからないのでとにかくプロなんだから自分で引き出しを増やして自分でその日にマッチするものをそこから選ぶようにしていかなければいけないということでしたね。 はいぜひ来年先発投手陣には立ち上がりを克服してほしいと思いますもう一つ今日行きましょう名古屋市緑区19歳男性ペンネームありがとうミスタードラゴンズさんからいただきました来年 ビシエド選手と契約を結ばないというまさかの情報が入ってきました生涯ドラゴンズ宣言をしていたチームの精神的支柱に対する事実上の戦力外通告に驚きが隠せません若澤さんなぜこんなことになってしまったのか謎を解明していただけないでしょうかはいこれね悲しいよと寂しいよという,うファンの方たくさんいると思いますその気持ちは本当に十分わかりますただ このありがとうミスタードラゴンズさんが書いているまず「まさかの情報」とありますが私は個人的にまさかではありませんでした想定の範囲内でした理由は年齢成績ポジションかぶり年俸この4つを考えても今年でビシエド選手最後になるかなとは思っておりました 年齢35歳。まだまだね、えー、やれるという年齢かもしれませんが、まあ、来季以降のドラゴンズを考えたときに、ちょっとベテランかな。そして成績、ーピーク時に比べると、少し下がってきていると言わざるを得ない。ただね、今年とか去年もそうですけども、なかなか使われなかったという事実はあるんですが、いい時のね、ビシード選手を私も見ているだけに、パフォーマンスとしてもちょっと下がりつつはある。で、ポジションかり。これ、ビシード選手をもう生かすとなると、 中田選選手手や石川也選手の出るる幕がなくなくじゃあ果たして球団としてどっちを選択するのかといった時にポジションかぶりという意味でもちょっと厳しいのではないかそこに3億という推定年俸がありますのでうん私はまさかではなかった想定の範囲内でしたで引っかかるのは次ですよね生涯ドラゴンズ宣言をしていたチームの精神的支柱に対する事実上の戦力外通告に驚きが隠せませんで今日言いたいのはここですこれよくある話です そして大体みんなそうです。なぜファンの受け止めが違うのかこれは最後が引退か退団かで随分違うんです引退は、まあ、今年の田島投手もそうでしたけれどもものすごく感動的でドラゴンズ一筋生涯まさにドラゴンズ宣言でチームの精神的支柱でありがとうさよならバンザーイきれいです感動的です でこれが今までのレジェンド、荒木さんもそうです、岩瀬さんもそうです、吉見さんとかね、山本雅さんとか、朝尾さん、まあ最近ではね、どの上直道さんとか、福田さんもそうでしたけども、生涯ドラゴンズ宣言で、えー、ドラゴンズを貫き、チームの精神的支柱、最後は引退派々しく送り出す、これが綺麗ですよね。ただ彼らもここからなんですが、実は戦力外通告を受けてるんです。でこれがね、戦力外通告っていう言葉じゃないんです。来季構想外。 といいうのを伝えられているんです、すこれね、全員に聞いてないので、ひょっとしたら違うぞっていう人もいるかもしれませんが、大体私20年近くドラゴンズ見てますが、そうです。で、この引退する選手っていうのは、まあ8月の下旬とか9月の、おー 上旬遅くても中旬ぐらいにはそういったことを「ないないのない」ぐらいに言われてで引退してくれれば他球団に行かなければそのまま引退のセレモニーもするし何なら次のポストも用意しますよという話を球団に「ないないに言われて受諾して引退という運びになっている」ただ誰も「いや事実上の戦力外通告受けましたんでまあ引退しますわ」なんてことは言いません引退を決断したのはやはり体力の限界みないろいろ表向きには言うんですよ でも引退選手も実はそうなんですじゃあなんで今回ビシード選手がこうなってるかというとひょっとしたらビシード選手でもそういったことがあったかもしれない君がこのまま引退してくれれば引退セレモニーを用意するなんならバッティングコーチというポストも用意することになっていたかもしれませんがそれをビシード選手が誇示した可能性があるなぜならまだまだやれるからと本人が思ってるということですそうなると対談になるんですひょっとしたらね構想外っていう言い方じゃなくて いやビシェイトさん君は本当にチームに残ってほしいから来年ちょっと3億っていう値段だけが高いから悪いけど3,000万にしてくれないかこの金額提示はさすがに受け入れがたいだろうということで誇示したのかもしれませんそこはわかりませんはいこのい、まあ、わば失礼な金額提示で対談という運びになったレジェンドも過去にはいます井端さんですこのように引退と対談でファンに与える印象が随分違うということです